みなさん、こんにちは。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 ちょっと、私に付き合ってくれないですか？お？え？何ですか？何？何ですか？何でも付き合いますよ。ありがとうございます。何でも？何でも付き合いますよ。毎日投稿で私疲れちゃったんで、大食いしたいんですけど。お？付き合ってくれないですかね？でもダイエット中だし。いつ本気出したんだよ。いつダイエットしたんだよ、言ってみろ。いや、いいでしょ。ね、いいね。食べたいよね。まあ、明日から頑張ればいいんじゃない？これは一回やって。確かに確かに。明日から頑張ろう。優しい。優しい。ということで、今日は1時間で一番誰が太れるか対決をしたいと思いまーす。おー、そういうことね。あ、いいね。個人戦？グループで、3-3でやろうかなと思います。で、今回なんですけど、食べる、食材買いに行く、作戦会議全部含めて1時間で。え、なんでもいいの？商品は。いや、なんでもいいです。食べれる分だけ買ってきて太ってください。1時間太ってください。飲み物もあり。あ、ありそう。じゃあいいじゃん。そっか、なるほどね。でも飲み物だけずっと飲み続けるとかやめてください。バレてる。飲み物が一番増えるからな。今回は公平にグッパで、はいはい、決めましょう。グッドパーで分かれましょう。ちょっと聞き食べたね。ちょっと早い人がいた。グッドパーで分かれましょう。おお、同級生。確かに年が一緒の人と違う人。言い方が悪いよ。違う人だ。じゃあちょっと分かれてみて。分かれよう。うわー、いや、まあ、いけるな。勝った、ごめんなさい。うわ、これいけんじゃない？いや、でも前回勝ってますからね。確かに、そうなんだ。うわ、でも量じゃない、増量だから。お前、実質量じゃないの？難しい、難しい。事前に体重は測ってあるんで、はい、こちらの体重から増やしてください。今ね、現在の体重、はい、こちらです。メンバーのもう増やしきっちゃったんだよ。ちょっと前痩せてるかな。いや、まあ、デニムだから今日。あ、それは重いわ。しょうがないな。8キロデニム履いてピッコロみたいな重さの。あと部屋決めをしましょう。じゃ代表者じゃんけんしてもらって、はい、いくわけです。いや、もう大将大将大将お願いしますよ。マジ勝っていこうか。お願い。最初はグーじゃんけんぽい。おい、えらい。ごめんなさい、ちょっと女の子だったんで。ありがとうございます。じゃあ下でいいんですか？本当に上の方がいいよ、うん、マジで。じゃあリビングで。はーい、やった、はい、皆さん準備はいいですか？はい、オッケー。じゃあ1時間、はい、たくさん楽しんで太ってください。はい、はい、よーいスタート。スタート。はい、とりあえずこう、とりあえず何チーム？同い年チーム。同い年チームです。同級生とは言わない。同い年チームです。何かあります？作戦。いや、俺はそのなんだろうね、何かあります？何でももうできてるものを買ってきた方がいい、絶対。まあそうか、作る時間もったいない。確かに。で、プラス食べつつ Uber Eats を頼む。うわー、めっちゃいい。最高。やっぱ何回も買い出し行ったら大変なんで。確かに。それか、俺が思ったのはどっかのモバイルオーダーとか。モバイルオーダーして行って受け取ってくる間に Uber 頼む。最強。いいじゃん。それで行く。それで行こう。行きましょう。でもなんか食べながらやった方がいい。一人ここで食べてる。すでに。あ、でもお弁当ならありますね。あ、確かに。でも食べてていいよ。で、確かに俺たちが買ってくるみたいな。あ、いいんですか？いい。逆に大丈夫ですか？全然全然。寂しくないですか？一人でお弁当食べるし。食べてて。食べて待ってて。はい。食べてな。走ってくださいね。いってらっしゃい。行ってきまーす。みーみーみー。じゃあ今日はこの画角から僕たちは。僕たちどこ行きますか？買い物。スーパー行くんですけど、はい、ちょっと秘策があって一つ。お。お餅って水を吸収してトイレに行けなくなるらしいです。なるほど。だから餅いっぱい食べて水めっちゃ飲んだら、多分1時間だったら太れます。餅作戦で行く？餅作戦。なるほどね。飽きなさそうだよね。そう、味付けします。
とりあえずじゃあ行って何個か決めます。うん、そうです。持ち目にしつついいものあったら買ってみたいな感じ。そうだね、そうしましょう。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。じゃーん、チキン南蛮弁当です。ちょっとこれを食べてね、2人の帰りを待ちたいと思います。いただきます。おいしそう。うん、おいしい。はい、ということでマックとスキヤ、そうですね、同時にモバイルオーダーで攻めていこうと思います。モバイルオーダーだからこの分時間短縮できる。そう、もうできてる、着く頃には。で、この今この瞬間もののは食べま食べてます。女の子に食べる役を任せるというこのちょっと待ち時間でコンビニも行く。あ、いい。なんかあれなんかいる。なんかいいんですか、そんなゆったりしてて。え、負けませんよ。スピード用事だよね、うん、ゆっくり食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうから、いかにスピーディーに食べれるかが。バカうまそう。いや、来たよ、いっぱいだ。来ましたー、まあ、一巡目ということでとりあえずこれ食べて、ね、勢いつけていこうかなっていう感じですね。はい、うまそうだよ。でもえ、あと何分？あと32分です。やばいよ。余裕余裕。食べきれそうですね、これだったら。しゃ、好きなものもう食べていく？はい。食べきましょう。僕はこれですね。チーズ牛丼ミニ。なんで？ミニで。企画聞いてた？これおかずにこういろんなもの食べてる。はい。これで、はい。めちゃめちゃ美味しい。一番高いです。そうですよね。いただきます。いただきます。いただきます。うまい。うまっ、うん。チーズがめちゃくちゃたっぷり乗ってる。いやす。うわ、うまっ。辛くない、うん、やっぱ牛丼とはポテトだよね。もう朝から何も食べてないから。俺も。私もこれいけるわ、今日調子いい。いっぱい食べれる日。いっぱい食べれる。お、あれなんだ、偵察か。もうごめんなさい、食べ終わっちゃってから2回目行ってきます。嘘だろ。絶対嘘だろ。あ、盗賊だ。頑張ってください、せいぜい。美味しそうだった。楽しそう。ぬるいぬるい、あんな。あ、そう、確かにね。本気出さないと、あんな。そうなんです。キャッキャ聞こえてるうちがもうダメだよ。はい、全然焼けないのもち。やばすぎる。これあれじゃない、焼き終わるまで終わっちゃうじゃない。時間制限でさ、ただの食事で終わっちゃうじゃない、うちら。そしたらもう水飲むしかない、2人も。どう？これでも、食べれると言えば食べれる。なんかもう気持ちぷくってない。そうそう、でも、うん、そんなぷくとか言ってる場合じゃない気もする。そんなね、美味しく食べれるじゃない。確かにね。二人、餅の食べ方的にそうやって焼くのが主流ですか？え、そのまま？自分あれ、これお皿に水張って電子レンジに入れて2分ぐらいやれば、あの、もちもちになりますよ。あ、それでいいじゃんね。下で何個か用意してくる。確かに。お、残り20分です。よし、5分休憩しよう。おい、もったいな。はい、タコライス完食。お、いいね。ノートかってさ、せんべろ始めて食べる量増えた？あ、増えたかもしれないです。だから最終的にめっちゃ食えそう、食えるでも私昔、大食い選手権に出たいって思ってた時あって。おもろ。テレビチャンピオン。テレビチャンピオン。そう、胃を広げる。あれをやってました。え、胃を広げる運動してた。準備だけしてたってこと。ほんまか。ちなみにどういうの？なんか食べて、ちょっと置いてすぐ食べて、ずっとトレーニングして。あ、トレーニングだ、もう。そう、食べてました。え、なんか出たの？出てない。出てない。トレーニングだけ積んで。家でずっと食べてたんで。杏仁豆腐完食しました。お、いいよ、すごい。は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 い。
じゃーん、サイチナのお餅です。いい感じじゃない？めっちゃ。これは砂糖と醤油がすでに入ってます。で、バターね。これマニマニおすすめの食べ方なんですか？はい、ちょっと醤油が多すぎる説ありますけど。砂糖、醤油、バター。そう。へえ。うまっ。おいしい。うん、いいね。これです。これ、これ太れそう。うん、そうそう、うん、太ろう。パスタ完食です。美味しかった。ごちそうさまです。それは美味しいのか。いただきます。うまっ。美味しい。なんかこう、めっちゃマイルドになるっていうか。へえ。なんだお腹いっぱいになりそう、なんか満足しちゃう味してます。はい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 。え、でもバター入れた方が美味しい。うまいかな。うわ、どうだろう。海苔巻いたらうまいかもね、確かに。あ、まずいって言っちゃった確かにね。いただきます。いただきます。うまっ。美味しい、これ。うん、海苔つけたらめっちゃうまい。海苔つけたらじゃない。つけなくても美味しい。海苔つけたらもっとうまくなる。あ、よかったよかった。こちら31のアイスを贅沢に買ってきあごめん。あ、プリプリ食べ終わりました。大変くそ。大変くそ。はい、完食しました。うん、ありがとうね。すごいよ。うまっ。いや、びっくりする。これピスタチオ塩キャラメルリボン。うわ、これえぐい。ケントゥが好きな味してる。おお、俺が好きな味してる。やったー。なんかピスタチオの香ばしさが結構くるわ。うん、ダイレクトに。ピスタチオってこういう味なんだあ、ピスタチオに初めて出会った。初めて会いました。これはダメなの？あ、それ好きですよ。だけど今多分爆発しちゃう。爆発そんなそんなにパチパチしないよ。サーティワンってそんなとどめの一撃なの？あ、やばいよ、爆発しちゃう。爆発しかけてる。ごめん、みんな。ありがとう。今ここでいなくなるのは困るって。こうやって食べるのが自分家で主流でした。おー、すごい、なんか同棲したてのカップルみたいな。おもろい。私のサカップル。このグーグー、同棲したての貧乏カップルみたいな感覚なんだけど。何もないから。超おもろいね、これ。布団でいいよね。わ、すごい、めっちゃいい感じ。うまそう。いいね。超いい音するんだけど。うまい。インカの目覚めポテト、買ってきました。美味しそう。このタイミングでさ、芋ばっかり。お土産渡されてさ、そりゃ嬉しそうにできないよね。こんな嬉しくないプレゼントないでしょ。あ、あと3分。やば、うん、食べよう、一旦。あ、なんかめっちゃ黄色い。あ、美味しい。うん、食感がいい。うん、なんかアイス口が冷たいからさ。あ、結構甘くない？うん、甘くないさつまいもぐらいは甘い。なんかそう、境目、ちょうど境目ぐらい。わかるわかる、言ってることわかる。そうそう。任せな、あとは俺に。頼む、マジで。え、イケメン。ギブアップしそうです、私。マニマニ、あと1分半だから頑張ろう。とりあえず口の中のものを終わるよ。ねえ、全然減らないんだけど、なんで？戻してます、それ。全然減らないんだけど、なんで？なんで？5、4、3、2、1。やばい、あと30秒。やばい、雨が。あ、あい、7、いくぞ。敵を詰め込めればセーフ。5、4、3、2、1。頑張ったんじゃない？コメント読みのコーナー。イエーイ。初だね、ののと。なんか2人でどんどん新鮮じゃないですか。ね、めっちゃ新鮮。ということで、前回は令和荘の追加オーディションを開催しますという動画ですね。はい、うん、はい、じゃあ気になるコメントあれば。あ、じゃあこれいいですか？はい、どうぞ。追加オーディションでどんな方が来るのか、応募動画待ってる間も楽しいです。いろいろあったけど、令和荘ってずっと理念が変わってないところが好きです。
松岡修造ばりの熱い方が応募されるといいな。はい、ののがね、めっちゃ松岡修造来てほしいんだよね。来てほしいですね。意外だったんだけど、松岡修造みたいな、みたいな。だからもう、あのぐらい元気がある人がいたら楽しいだろうな、みたいな。確かに、熱くない？ちょっと熱すぎない？そんなことない。ちょっと熱さ足りないんでね、松岡。あ、まあ、確かにね、そっか、はい。平均したらちょうどよくなるか、松岡修造入れて。プラマイゼロみたいな。ではぜひ松岡修造さんお願いします。はい、お願いします。お待ちしてます。では何かありますか、気になるコメント。じゃあ私言っていいですか。はい。オーディション楽しみにしてます。ちんともちゃんの出張シリーズも楽しみにしてます。あー、出張シリーズですね。はい、あれちょうどあの船の上にいたんで、うん、あの急遽入れて。そう、でもちょっとね、会社にバレたらね、ちょっとやばいからね。でもあれめちゃめちゃ良かったですよ。あ、本当に。はい、そう、でも部屋ももうさ、使った後だったからさ、めっちゃ汚くて、そこだけちょっと失敗したなって。え、でも超広いですよね。そう、意外とね。あれは一人部屋ですか。あ、そうそう、一応みんなあれ一人部屋で、まあなんか本当に泊まる人は多分あそこに二人とかで多分泊まるんだけど、そう、一応部屋にお風呂、なんかシャワーとトイレはついてるの。めっちゃいい。そう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 。遊べました。いや、あ、遊べなかった。全然遊べなかった。やっぱそれはお仕事なんです、ね、そう、だから遊びたいね。令和荘とかで行けたらね、楽しそうだよね。行きたいですね、旅行とか。ね、これ行きます。はい。令和荘どんどん進化してるし、意識も高くなってきてると思います。このままみんながいい状態で10万人達成するのを見守っていきたいです。オーディション楽しみですね。ありがとうございます。今ね、暑いよね、令和荘は。暑いですね。ね、ののもめちゃくちゃ暑いんでね。激熱って言われますね、みんなに。いや、そう、激熱だよ。あれ、目標なんかある？近々。8月までに1万人を達成したいです。え、今何人ぐらいだっけ。いや、今は4700人ぐらい。おお、だからあと1ヶ月半ぐらいで。そうですね、6000人ぐらいか。ちょっと遅れてるんですよね、自分のあれ的に。あ、計算的に。計算的に。だから今めっちゃね、ののも動画上げてるからね、うん、ちょっとこっからね、令和荘でも深掘り配信とかしてね。あ、ぜひ。そう、ちょっとののね、掘れば掘るほどね、面白い話題めっちゃ出てくるから。動画外で。いや、そう、マジでね、言ってった方がいい。超おもろいんで、ほんとによかったらチャンネル登録お願いします。はい、ぜひのののチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、そして、令和荘の追加オーディションもまだ開催中なので、うん、今週の木曜日までなのでね、あの悩んでる方もぜひ応募してみてください。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと待ってよ。大丈夫。座らせてください。じゃあ一回お座りください。ちょっといや、すごい声出てる。ご褒美企画のはずが。確かに。で、俺ら楽しく食べてたもん。ね、そうなんだよね。いや、いいじゃん、豪華な。ね、何食べてたの。まあ、それは動画見てからのお楽しみということで。あの、先方球場大将みたいなやり方やってる。あー、いいですね。俺から行くわ。じゃあちょっとね、行きますわ。ゲントゥーさん、はい、お願いします。え、待って。 77.5。 結果はプラス 0.9 で。ゲントゥープラス 0.9。 まあまあまあ、すごい。普通ぐらいいけたんじゃない。いいかも、いいかも。いや、1キロ近く。1キロ食うって結構。うん、頼むよ、マニマニ。うちら場所もメニューも全部取られてんだから、立たないと。じゃあマニマニさん、どうぞ。お、 57.2 プラス1キロです。おお、やったいい勝負、いい勝負。やったやった。こんなきつそうなのに当たってないから。いや、マジでそう。やばくない？マジでそう。いや、でかいですよ、この100グラムは。なんで1キロぐらい離れたら、もう焦る。温度感が全然違うから、大差で。他のキャパがね、私はあったよ。でも、マニマニが1キロって相当多分頑張ってる。コタ2キロぐらい出てんじゃない？出るかな？よかった、よかった。よかった、よかった。じゃあ、トンキいっとく？俺行くか。行かせていただきます。ちなみに俺と戦うのは誰？ちんとも。ちんともに負けたくねえな。いや、でもちんともはさ、痩せようと思っても増やせるんだよ。増えるよ。強い。違うから。はい。お、どう？ 60.2。いったんじゃないの？俺もう、牛丼も食べてね、でかいお餅みたいなの食べて。プラス
1キロです。おお、いいよいいよいいよ、いっちゃいっちゃ、いっちゃ、いっちゃ、いいぞ、これいいよ、めっちゃ1キロ超えないときついな。人間って1キロ限界なのかも。一気にやらせる。1キロ、頼む頼む、いた、いきます。減っててくれ、減ってろ。減ってることないんだよ、だって。あ、50.6、 50.6 プラス 1.1 キロです。おぉー、いい、やーい、100グラムずっと、100グラム。よし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 、最後だ。やばいやばい、うわ、コタ、これコタ頼む、これ、任せろ、任せてくれ。 1.5 ぐらいいってますわ、これは。コタ、いけるいけるいける、勝ちました。いや、どうだろう、これ負けませんよ。いけるいける、だってもう込み上げてきてるだもん。いきますか、いきましょう。助走つけたよ今。いやでもののは本当フードファイターの経験値が溜まってるんで。マジですごいよ、ののが一番食べてる、マジで。いきます。はい、そうそう、 57.1。 え、 57.1 って言った？7.1。プラス2キロ。うわえぐっ。え、いいぞ。えぐいわそれは。2キロ俺らの2人合わせてもう。あなた2キロ食べてんの、もう一回ね。すごいね、嘘でしょ。やばいよ。じゃあ最後、プレッシャーめっちゃ欲しかったのに。 1.5? コタもともと何だった？72.6。 7 いけるよコタ。 74.6 でコタの回転。やだ、なんかその大将。そんな、いきます。はい、頑張って。74.0。 マジかよ。え、だから何キロ増えたの、コタは？コタは 1.3 だね。やっぱ変わんない。えぇ、すごい、ノノ異常だよ。なんか鉛玉みたいな。見た、あの、鉄道の鉄球みたいな。鮮度じゃなくていいの。危ないから。鉄球でもいいの。いや、鉄球も危ないのよ。なんで負けた方の画角がこれだ。でも、俺たちもののに助けられてるだけだからね。確かに。いやでも今日はありがとうございました、私のわがままに付き合っていただいて。いや、よかったよ、これでののが一番食べてなかったら変だもん。確かに、付き合ってた。確かに、逆にちょっとストレス相当かかってんじゃないかな。心配になるような。でも今日でもストレスが発散できました。ありがとうございます。いい企画でした。ありがとうございました。ってことで、今日からダイエット頑張りましょう。はい。おっ、企画は何かな。すごい。